こちらは動画制作者です。地域差があり、お隣同士永遠のライバルが繰り広げる日本一低レベルな戦い、群馬と栃木のお隣劇場。質問があります。おお、何でしょう。この詩なんですけど、うん、これが何か発音的にさ、ナスカラス山市、ナスカラス山市、いや気にしたことないな。めっちゃ気になるんですけど、ナスカラス山、ナスカラス山、どっちだろう。あとこっちの詩もナス塩原市、ナス塩原市、いやもう頭こんがらがっちゃうな。ねえ、どっち、うん、調べてみる。いっちゃいしょー。なんか調べても出てこなかったから、いろんな動画で確認してみましたよ。お、なるほどね。で、カラス山の方はこんな結果になりました。お、これはもしかして。そう、市長もとちテレのアナウンサーさんも公式 PR 動画も全部那須カラス山市ってことは、正解は那須カラス山市ってこと。まあそういうことになるのかな。確証はないか。問題なのは塩原の方ですよ。あれ、バラバラじゃん。市長や土地テレは那須塩原市、 PR 動画ではどっちもなのか。まあ市長も言ってるし、那須塩原市なんじゃない。塩原と烏山で発音が違うのはややこしいな。とはいえ確証はありません。確定しちゃってくださいよ。仕方ない。じゃあ私が決断を下しましょう。お願いします。答えどっちでもいい。まあそうだね。へえ、桐生の市役所が新しくなるのか。お、市役所の建て替えですかな。そう、桐生市役所はそこそこ古めだったからね。ほら、今はこんな感じ。おお、なんというか、だいぶくすんでますな。くすんでるってなんだよ。で、これを全部変えるの。そう、移転とかじゃなく今の敷地内で。こんな感じ。ガラッと庁舎の位置まで変えてリニューアル。へえ、これはすごそうだ。こっちが文化会館で、こっちが中央中学校。それ言われても私わからないけどね。詳細はこんな感じさ。ほほー、すごくなるってことだけはわかる。駐車場が広くなるのは助かるな。いつくらいに完成予定なの。現時点のスケジュールだと3年4年後なのかな。まだまだかかる感じね。議事堂はすでに解体してるっぽいよ。あ、始まってはいるのか。今から楽しみですな。役所は自治体の顔だからね。ちなみに安中市も市役所を新しくするとのこと。おお、建て替えラッシュ。まだ住民説明の段階だけどね。大事なことだからな。ってことで、取り壊される今の桐生市役所に感謝しておかなければ。やっぱここら辺くすんでない。くすむ言うな。今度栃木の小山に行くんだけど。あら、ようこそ小山へ。興味をそそるような場所ない。それなら小山のロブレとかいかが。ロブレ。そう、小山駅の隣にある商業施設さ。駅の隣なら佐渡に賑わってるんだろうね。そりゃ地域によっては映画館と言ったらロブレだなんて言われたり、おー、買い物と言ったらロブレだなんて言われたり、おー、そんな時代もありました。は、そんな時代今じゃないの。今も頑張ってますよ。頑張ってるってどういうこと。ロブレはもともとスーパーの泉屋が運営してたのさ。泉屋聞いたことあるな。それが営業不振で2015年に泉屋が閉店。あら、ロブレに入ってたテナントもどんどん閉店。あららら、最終的にはロブレ内の出店率が 4.3% までに減ったという。 4.3? もうほぼテナントないじゃん。そんで泉屋が小山市に建物と土地を無償譲渡したわけ。そうなのか。運営が小山市に変わって誘致を頑張って2020年には 77% まで増えてる。すげえ。ドンキホーテを中心にいろんな店舗や施設があるのさ。予備校、塾、結婚支援センター。ロブレ再生に向けて頑張ってるんだよ。ちょっと小ぶりなアニメイトって。ってことで小山に寄ったらロブレもよろしく。あ、ハーベストウォークの方が楽しそう。どっちも楽しいで OK。あー、お腹いっぱい。お、何か食べてきたのかい。群馬寄ったついでにお好み焼き食べてきたよ。どこのお店行ってきたん。
ここ関西ってお店。ああ、関西か。まさか群馬に関西のお店があるとはね。え、大阪なのかな。関西って広いけど。それ群馬生まれのお店ですけど。え、そんなバカな。群馬ですけど。関西って書いてあるじゃんか。お好み焼き関西、大谷本店がある鉄板焼き屋さんなんさ。おいおい、マジかよ。会社自体は伊勢崎にあります。マジかよマジかよ。店舗の分布はこんな感じ。埼玉にもあるのか。栃木にはありません。ですよね、初めて見たし。ちなみに使っている卵は全てヨード卵光です。何の情報だよ。お好み焼きは卵が決め手ですよ。しかし群馬だったとは、騙されたな。いや、騙してないわ。でも美味しかったでしょ。うん、めっちゃ美味しかった。ならいいじゃん。会員にもなった。お、いいじゃんいいじゃん。来週も行く予約した。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。再来週もその次の週も予約を。すげえ気に入ってんな。我々って海なし県じゃん。そうですよ、海を見るだけでテンションが上がる県。海なし県って全国で8県あるんだけど。まあそうですね。こんなランキング見つけたのさ。かわいそうな海なし県。なんちゅうアンケートだ。結果見たい。うん、そんなもん見たくないわ。でも見たいな。いや、どっちだよ。はい、これが結果。おお、1位じゃないけど1票差かよ。栃木も3位ですけどね。バカにしやがって。理由はなんだ。群馬の理由、よーく見てみ、基本何もないと言われております。おーおーおー、怪達出てこい。群馬帝国いじりはここでも健在。好きだなそれ。人気コンテンツですし。で、栃木はなんて言われてるん。とまあこんな感じで。早い早い早い、もっとじっくり見せろよ。ち、どうやら栃木は何も浮かばない県だそうで。これはこれでちょっとかわいそうだな。群馬も似たようなものでしょうに。ちょっと1位の埼玉も見せてよ。あれだよね。なんか我々まだマシに聞こえるよね。埼玉、どんまい。